やあやあ皆さん元気してる？本日の実況担当姫ちゃんです。ブヒヒ皆さんこんばんは。同じく本日の実況担当のルーと申します。というわけで今回もオンラインポケカこと TPCGL の実況始まるよー。さあ今回で第3回目となるポケカ実況、診断が出て大きく環境が変わった今改めてやっていきたい所存。5月23日にアップデートで様々な新しいカードが追加されました。追加されたのは化け物級のぶっ壊れカードから絡めて駆使したトリッキーなカードまで様々。もちろん本日使うのはその新しく追加されたカードだと思うのですが、一体どういった趣旨のデッキですか？ガンガン戦うのかじわじわ戦うのか。今回は正面から敵をぶち破るオーガポンが主軸のデッキよ。というかオーガポンしかポケモン入れてないわ。やあ、オーガポンだけ？さあまずはこっちが先行、初手にヒエクオーガポンしか引けなかったから。虫取りセットでオーガポン EX を2枚持ってきましたね。ってあれ？そのオーガポンにエネルギーがもうついてる？しかも山札から1枚引いてませんか？なんですこれ。フックオーガポン EX の特性よ。手札から草エネルギーをつけつつ山札を1枚引けるの。なるほど強い特性ですね。デバリと合わせて1ターンで2枚もエネルギーをつけられるんですか？そういうこと。本当はさっきもそうやってどっちかのオーガポン EX に2枚つけたかったんだけど、バトル上に出したヒエクオーガポンが逃げられるようにデバリはそちらにしましたね。その通り、ヒエクオーガポンはどちらかというとサポート寄りで、こんな早くからバトル場に出てるのは想定外。逃げねえ1だけどすぐ逃げなかったのは様子見よん。さすがに攻撃されないと思うし。想定通りお相手さんはポケモンを出してそのままターンエンドです。鋼デッキみたいね。草抵抗がうざいけどまあなんとかなるでしょう。あれ、草エネルギーがありませんね。なのでボタンを使ってヒエクオーガポンを回収。これで逃げ根としてつけていた草エネルギーも回収してオーガポン EX の特性が使えるわ。お、今のはテクイですね。そして特性で引いたカードはエネルギー。これで技が当てますね。ちょうど草エネルギーが引けるなんて運がいいです。そりゃあ引けるわよ。だってこのデッキ草エネルギー20枚入ってるもん。20枚？デッキ枚数60枚のうち20枚もエネルギーとかどういうことですか？ふふん、実は今使ってるデッキはとある大会で優勝した人のデッキをアレンジしたものなの。グッパーと10ダメージ足りねえ。でもそのデッキでは草エネルギー22枚だったのよ。これでも2枚減ってるのよ。いやいや、それでも多すぎますよ。大体のデッキにはエネルギーって10枚前後なのに。ノーノー、オーガポンの特性をガンガン使うにはこのくらいないと。さて相手はどんなもんじゃ。 TV で手札干渉してきた。悪くない引きではないでしょうか。マックスエネルギーが引ければ何でもいいけど。草エネ2枚あるので2体の方がポン EX の特性で山札2枚引けますね。そうそう、オーガポン EX の特性でどんどん山札掘れるの強すぎ。さて相手はメタングに進化してアタッカーのザマゼンタとディアルガの準備を整えに来てるわね。メタングの特性もかなり強いんですよね。やべえね、加速のポケモンね。鋼デッキにはほぼ確定で入ってるんじゃないかしら。おっと、ミュウは技マシンで無理やり進化してきた。これでメタングが3体もできてしまいましたね。ですね、これバトル場のオーガポン逃げますと言いますと、ディアルガ V スターの V スターパワーが220ダメージで体力210のオーガポンはやられちゃうのよ。だから勇気のお守りで体力が260になったオーガポンを出しておくわよ。なるほど、メタングのエネ加速で次のターンで撃ってくるかもしれませんしね。そうそう、で暗号マニアでボタンとクラッシュハンマーを山札の上に持ってきまして、ここでオーガポン EX の特性を使って持ってきます。お、これで好きなカードを持ってこられるんですか？その通り、これが私のアレンジ点よ。元のデッキから草エネルギーを2枚抜いて暗号マニアを2枚入れました。決まればやってることはペパー以上なんですわ。無事ボタンとクラッシュハンマーを引くことができましたね。うんうん、でもボタンは必要だったけどハンマーは別にかも。いや絶対虫取りセットでよかったわね。ふひひ、いざ好きなカードを選べるとなると焦っちゃいますよね。そうなのよねー。殺入を倒してサイド2枚取りますわ。これでこちらがリードです。さあサイドの中身が知りたくて。草エネルギーだと嬉しい。はまあデーチスは強いからいいじゃないですか。いやしかしクラッシュハンマーは2枚もいらねえ。まあ次のターンで草エネ引ければいいか。さあディアルガは無事エネ加速成功して V スターパワーを使ってくるかしらん。ちなみにディアルガの V スターパワーの追加効果って何ですか？もう一度自分の番が始まります。もう一度自分のターン。 V スターパワーは一度しか使えないとはいえ強すぎます。さてさて、あと1エネだけど使えるかしらん。今回は通常技を使ってきましたね。ふむふむ、200ダメージ。
それじゃあボタンちゃんで回収します。超悪なコンボですね。おかげで草エネルギーも手に入りました。回収したオーガポン EX は即出し、回収した草エネルギーもどんどん貼るわよ。バトル上のオーガポンはマキシマムベルトを装備してますし、このターンでギャルガブリスター倒せちゃうかも。ここで倒せたらほぼ勝ち確じゃない？オーガポン EX の火力はお互いのエネルギー量に依存するし、マジで倒せそう。なんならすでに倒せそうじゃないですか。リアルガは草技30ダメージ軽減ですが、ベルトのおかげで280に届きそうです。お、マジ？ 30×8 プラス50で290。マジじゃないの。いやー、マキシマムベルト強すぎ。ふひひ、そうですね。であれ、ポケモン EX へのダメージが上がる。あれ、リアルガ V スターだから意味ないじゃん。エネルギー付け替えでなんとか足りる？あと10ダメージ足りません。さあ、やらかしマンボウ。画面の前のみんなはテキストちゃんと読もうね。心苦しいですが殴るしかありませんわ。返しの V スターパワーでぐちゃぐちゃにされる。出てバリまだしてなかったみたいですよ。姫さん焦りすぎです。あははすまねえ。マキシマムベルトの勘違いから頭の中ぐちゃぐちゃになってたわ。とにもかくにもメインに続きリアルが撃破。残りサイドは2枚4。大幅リードですね。あと1体でも EX ポケモンか V ポケモンを倒せば勝利です。うんうん。で、引いたサイドはどっちもエネルギーやざした。フックさあ、相手ここからどう巻き返すのかしら。リアルガと共にかなりの枚数の鋼エネルギーをトラッシュさせました。メタングの特性もそろそろ動かなくなるのでは。おお、確かに。じゃゲイキスでメタングを持ってくれば逃げいね足りないだろうし、その間に盤面をバチコリ整えてザマゼンタ V をワンパンで倒す。うん、完璧ね。別にザマゼンタ V にこだわらずメタングを2体倒してもいいんですよ。ん、それでも勝ちは勝ちだけど、やっぱり V ポケモンをワンパンしてかっこよく勝ちたいじゃん。おっ、メタングのおかげでザマゼンタ V が3エネになった。っていうか、これでオガポン270ダメージ出せるし、次のターンでワンパンできるじゃん。ザマゼンタ V の攻撃でオガポンはワンパンされました。あ、お前レッカークリザードンかよ。ベンチのオガポン EX たち全然エネルギー足りないんだけど。勇気のお守りをバトル上のオーガポンにつけていれば耐えてましたね。うわー、完全にプレミじゃん。マキシマムベルトなんて普段使わないからさ。こうなったら仕方がない。ザマゼンタ V 一撃作戦は却下。メタングを2体倒して勝つ作戦に変更ですね。では早速ゲイチスでメタングを前に出しましょう。まあまあ、そんな焦りなさんな。まずはエネルギーハリハリよ。ワンチャンエネルギー付け替えを引けまくれてザマゼンタ倒せる可能性もギレゾン。ザマゼンタを倒すには草軽減を考慮して、バトル上のオーガポンに草エネが5つ必要ですが。あ、絶対無理じゃん。素直にメタング倒しますわ。なんか自分で言うのもあれだけど、プレイングが荒いわね。今の私のランクはハイパーボール級の後半で、下手っぴじゃいけないと思ってるんだけど。PTCGL の各ランク帯の到達難易度ってどの程度なんでしょう。ポケモン SV で例えられる人がいたらコメントをなしやす。さあ、ゲイキスを使ってメタング前に出しいの。念のためクラッシュハンマーで下げたザマゼンタのエネルギーを剥がしておきます。ラッキー、1枚目は表へ。じゃ剥がして2枚目も使いの。こういう時に心強いですね、クラッシュハンマー。もうなんと2枚とも表。強すぎー。で、あと10ダメージ足りない。草軽減辛いですね。当然倒したかったけど、どうせメタングは逃げられないからいいや。逃げエネにですからね。さすがにメタングの特性を使ってそっちに回す余裕はないと思います。それもクラッシュハンマーでザマゼンタのエネルギーを剥がしたおかげですけどね。これ本当よね。もし剥がせてなかったら手張りと特性で逃げられてたかも。さあ、メタングの特性は3つとも使ったー。やっぱり逃げイネ分は晴れない。お相手さん、まさかプライムキャッチャーとか持ってませんよね。勇気のお守り持ってないオーガポン持ってこられてめんどくなるのは NG。 なあ、でも似たようなやつ使われたー。お相手さんもゲイチスコトゴスの指令持ってきたんですね。エネルギーが一つもないオーガポンを引っ張られたわね。幸いオーガポン EX は逃げイネ1だからすぐ交代できるけど。さすがにそろそろ草エネルギー大事にしたいですか。そうねー、手札に1枚もないし。ゲゲ、なたねで無理やり2枚引いたのに草エネ引けなかった。引いたエネルギー付け替えでなんとか逃げイネ分は確保できますが、次のメタング倒す分のエネルギーがない。メタングを一撃で倒すにはエネルギーが4つ必要です。次4つつけられないと負け濃厚なので、つけられなかった場合を考慮してここで切り札を出しますわ。怪しぶりですか。多分こいつに全てをかけることになるかも。この鹿さんが、というかアタッカーオーガポンだけじゃないじゃないですか。確かにすまねえ。まあ怪しぶりはマジで最後の切り札でほぼほぼ使わないから。とサイドは虫取りセット、ありがたい。さて、お相手さんはバトル上に。当然ザマゼンタ V よねー。今ザマゼンタ V の火力ってどうなってる？こっちはサイドを5枚取っているので、
270ダメージで勇気の守りも貫通です。やっぱりねー、一撃なのは分かってた。だからこそ怪しい部位には頑張ってもらいたい。結局その怪しい部位はどんな性能なんですか？それはその時のお楽しみってことで。それにしても後半一気に倒されたわねー。一番注意するのはザマゼンタだった。ザマゼンタを先に倒していてもその後のディアルが V スターで荒らされましたし、どっちもどっちですよ。それは確かに V スターパワーでもう一度俺のターンされなかったのが一番良かったのかしら。とハイハイ虫取りセット神神神。ここで草エネルギー2枚は助かります。じゃあいつも通り特性でイネ加速して。それでそろそろ怪しい V の詳細を教えてください。ふむ、そうね、そろそろいいわね。怪しい V の特性&技はこれよ。特性はベンチからバトル場に出た時好きなだけ他のポケモンからエネルギーを付け替えることができる。そして技は自分についているエネルギーの数 ×40 ダメージ。バトル場のオーガポン EX は1エネで逃げて、それで盤面にあるエネルギー数は3つ。もちろんその3つ全てを特性で怪しい V に付け替える。これで 40×3 で120 ダメージが出せますと。メタンヌの体力は100、そして怪しい V はノーマルタイプなので反連されない。ふっ、そしてもちろんまだトレーナーサポートは使っていないので、ゲーキスでメタンヌを呼び出して終わりです。クライバリアーラッシー。両方倒せました。私たちの勝利です。なかなか危ない戦いだった。というわけで今回使用したデッキがこちら。エネルギー付け替えやボタンが本当に強くて、やることもシンプルでとっても使いやすいデッキだったわ。私たちのオリジナルデッキではないのでご注意を。それではまた次の動画で。